全国の清和学生の皆さんこんにちは今日は「ために生きる人になる」という題目で説教をいたしますはじめに聖書を拝読しますイエスは言われた心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよこれが一番大切な第一の戒めである第二もこれと同様である 自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよえ今日はために生きる人になるためにはどうしていったらよいかということについて共に考えてみたいと思います私たちは日々ために生きようとすることに挑戦していると思います言ってみればため息チャレンジャーとして頑張っていこうとする私たちではないかなというふうに思います それは私たちの大切な誠の父母様が教えてくださったその生き方の核心でありました。誠のお父様もお母様もその人生の一瞬一瞬を見つめてみれば、まさにその一瞬一瞬、目の前のその人に対して、そしてもっと言えば人類、世界のために、 どうすればために生きることができるだろうかということを追求してこられた人生であったと思います。私たちもそのような人になりたいなと思いながら頑張っているのではないかなと思いますし、そうなれたらいいと思いますよね。でも、このために生きる人になるということは、やってみると簡単なことではないということにも気づきます。思う通りになかなかできないなと。 いうような壁があるのではないかと思います。え今日は実はために生きることにはコツがあるんだという話をします。今日は3つのそのコツを通して共にために生きる人にぜひなっていきましょう。1つ目のために生きるポイントは小さなことからです。 誠のお父様は次のように教えてくださっています。今日、私たちには人間関係に対してなおざりにする傾向が見られます。朝会ってただ挨拶するだけで終わってしまいやすいのです。隣に住んでいる人に対してもただ毎日会う人、顔はどのような顔をしていて誰それの父親だということだけ知っている程度で、 終わってはいけません。もう少し意味を持って見るようになればとても大きな内容を持っているのが人間関係でであるることがわかるのです。ために生きようと強く思えば思うほどどうやったら相手を喜ばせられるかなどうやったら全体にとって良いことを成し遂げられるかなというふうについつい大きなチャレンジをイメージしてしまいがちではないかなと。 いいうふうふに思いますでもために生きるというのはそういうことからではないんですね。そもそもために生きるといったときに「誰のために生きるか」という言葉が抜けてますけどそれはもちろん自分のためではなのでために生きる行為をするのは自分なんですけどために生きるというその考え方の中心になるのは相手なんだということですね。 なので、その相手が何を望んでいるのか、何に関心があるのか、そして何に困っているのか、こういうことを関心を持って見つめていくことが大切なんです。そうやって見つめていると、相手が何がしてもらえたら嬉しいのかなということが見えてきます。そんな時に、そっとために生きてあげることができたら、 それが素晴らしいことですね例えば家庭の中で毎日忙しく頑張っているお母さん家事に子供たちのことにまた旦那さんのことに本当に忙しいですよねそんなお母さんが一体何を願っていてどうしてくれたら嬉しいのかということはお母さんの毎日の様子を見ていると分かってきます 例えばお母さんが、ああ、洗濯物も取り込まなきゃいけないと言ったときに、もし皆さんが、お母さん、それ自分がやっとくよって言ったりですね、もっと言えば、お母さん、それもうやっといたよと言ったらどうでしょうか。お母さんは本当に嬉しいと言うんですね。自分が言う前に気づいてやってくれた。 そっとやっておいてくれたこれが相手にとっては本当に嬉しいことではないかと思いますぜひ大きなことから願おうとしないで相手を見つめながらそっとために生きていくチャレンジ頑張ってみましょうそして2つ目のポイントは先に愛するということです 誠のお父様は次のように教えてくださっています誠の愛の生活とはどのようなものでしょうかそれを一言で言うならばために生きる人生です人が自分のために生きてくれることを願う前に先に人のために生きる人生ですために生きたことを忘れてしまう人生ですために生きたからといって何かを期待する人生ではありません そしてために生きたとしてももっとために生きることができずにもどかしく思う人生ですために生きるにおいても謙遜に頭を下げてために生きる人生です、えー、ために生きるということについてもちろん何かをしてもらった時によくあの答えてよく返していこうとすることは大切ですでも ために生きるということの本質は相手よりも先に与えるんだ先に愛するんだということなんですね先ほどそっとと小さくということを話しましたがでは小さなことから先に愛する行動とは一体どんなことがあるでしょうかそれはまず挨拶をするということがありますね 自分から挨拶をする。これも実はために生きるチャレンジなんですよね親しい家族に対して朝会った時に自分からおはようと元気に声をかける学校に行った時に友達に自分からおはようと声をかけるこのことだけで実はために生きてるんですそれによって相手は嬉しくまた気持ちが良くなったりします でもこの挨拶をするということだけをとってみても実は簡単なチャレンジではないことがありますよね。気心が知れた人であればいいですがちょっと目上の先生とかちょっと気持ちがまだ通じてない友達とかもっと言えば初対面の人とかですねこういう人と会った時に自分から挨拶をするということは結構勇気がいることです。 でも、そんな時に、ぜひ自分から挨拶をするということを、自分ルールにぜひしてみて、頑張ってみてもらいたいなというふうに思います。先に声をかける。それは、先に相手に関心を持って、相手に声をかけるということですからね。実は、先に挨拶をするということは、後々の自分のためにもなります。 そんな自分の人間関係のネットワークが広がって、後々自分にとって有益な人間関係にもなっていくことと思います。ぜひ先に愛する、特に挨拶を自分からするというチャレンジ、共に頑張っていきましょう。そして三つ目のポイントは、変わらずに愛するです。誠のお父様は次のように教えてくださっています。 世の中の人々は少しでも分かってもらうことを願い、賞賛してもらうことを願うのです。しかし心はそうではないのです。人々は分かってもらうことを願うのですが、それを分かってもらう日にはそれでおしまいになるのです。もしそれが好きになれば、第二段階として高い次元に上がるときに障害が多いのです。なぜ障害が多いかというと、心が願う道は 十字架の道なので、たびたび賞賛を受けていると、その位置が居心地よくなるのです。尊敬されていると気持ちが良いので、十字架を背負わないようになるのです。第二段階の心の道を行こうとすれば、十字架を背負わなければならないので、それが難しい道になるのです。体が願う道ではないので、行けないのです。 はい。とても深い見言葉だったと思いますね。ために生きようとするときに、私たちの身の回りの環境は、私たちに優しい世界ばかりではないですよね。ために生きようとして先に挨拶をしてみた。でも、反応してくれなかった。そういうこともあるかもしれません。相手のためにと思ってやってみたのに、 それを相手が誤解してしまって感謝してもらえなかったとか報われなかったとかそんなことがあると思いますそういう時に私たちには試練を感じる境遇が与えられますよね皆さんそんな時にどうしますか挨拶することをやめるでしょうかために生きようとすることをやめるでしょうかお父様も お母様もきっとそんなことの連続であったかなと思います。それでも愛し続けてこられたのがとのお父母様でしたね。例えば挨拶をして返してくれなくても最悪いいんです。私は挨拶をして愛したんだ。でも返してくれなかった。それは相手の責任です。神様はどうでしょうか 失った我が子人類に対していつも叫び続け呼びかけ続けてきたのにそれを返すことがなかった一人一人の人類だったと思います今私はそんな神様の真珠を味わっているのかもしれないなそう思ったらいいんです実は神様が一番その人に話しかけたいしために生きてあげたいと思っていらっしゃるから 私はその代わりにやった。そういうことなんですね。なので、ために生きることの三つ目のポイントは、ずっと愛する。なんですよね。変わらずに愛する。一回だけとか、一時的にというのは、結構気合で頑張れる。誰でも頑張れるものです。それでも、変わらずにずっと愛し続けることが簡単ではない。 神様と共に頑張るんだという本当の思いを中心としていないとそれは難しくなってきます。だからそこに本物が試されるようになるわけですね。私たちため息チャレンジャーは自分の力だけで頑張るのではない。神様と共に神様の愛を私たちは思いながらやるのでずっと愛する。そのチャレンジをぜひ頑張っていきましょう。 今日はこのようにために生きることのポイント、コツを3つお話をしてきました。ぜひ小さなことから先に愛する、ずっと愛する、この3つを意識してため息チャレンジ頑張っていきましょう。そっと、パッと、そしてずっと、この3つを意識していけば ため息チャレンジャーとして共に頑張って生きるのではないかというふうに信じています。えー、誠の父母様とそして神様の自分は子供なんだというような愛やまた誇りを感じながら共に毎日の生活頑張っていきましょう。今日はために生きる人になるという題目で説教をいたしました。以上で説教を終わります。 ありがとうございました。